突然ですが、だらっと書くと雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、ワクワクしながらかな。なんとこちら、衝撃の企画。前田明さんの YouTube からで、朝倉海と高級サウナに行っていろいろ話してみたというタイトルの動画になります。前田明さんと朝倉海選手で、前の海コンビですね。まいの海ではなく、まえの海。 個室サウナで2人でしっぽり楽しもうというものになっております朝倉海選手は前田明さんに誘っていただけて嬉しいですと 何気ない世間話のやり取りで前田明さんが YouTube のチャンネル登録者数が思ったより伸びないとか前田明さんの弟子でもあり朝倉未来選手にアウトサイダー時代一度勝利したもののその後ノーコンテストになった両選手が先日のパンクラスで次勝てばタイトル戦だったのに減量失敗してしまった話するとそこから現在休止中であるアウトサイダー復活の話の流れになったのですが前田明さん これには今問題があるらしくチケット収入が大きくてそれで運営が成り立っていたのにそれがこういうご時世なので観客半分しか入れれませんとなったらできないので徐々にやっていこうと思ってるとその苦しい事情を説明しておりましたそしてさらに前田明さんは朝倉兄弟のおかげでアウトサイダーが公正の大会だって周囲が信用してくれるようになったと少し嬉しそうでしたね。 そして朝倉海選手が、来陣に今、新たなスターがいないと思うんですよねと言うと、前田明さんは、朝倉兄弟いなくなったら、来陣終わっちゃうよと、すると朝倉海選手は、そうですね、と。 なので、前田明さんにアウトサイダーを復活してもらって、そこからまたスターを輩出してもらってと、とこんなたわいのないね、やり取りが行われまして、前田明さんの方のチャンネルでは終了で、もっと詳しいトークの内容は、朝倉海選手のチャンネルの方にアップされておりますので、そちらへ移りましょう。こちらでは、お父さんに呼び出しをくらったので、行ってきましたというね、タイトルの動画になります。 まず以前朝倉海選手が前田明さんに「健康のためにも痩せてほしい」とお願いしてダイエットを成功したらスーツを新定しますという約束が取り交わされていたことがあり前田明さんもここのところ痩せてきておりましてすると「海お前俺にスーツ買ってあげるって大きなこと言ったけど大変だよ俺が買ったら銀座の英国屋で一着50万だよ」と朝倉海選手は顔色一つ変えず 全然まますよよ請求書見てもビビりませんよと。でさらに前田明さん体が大きいので2着分のお値段がかかるという体の大きな人の大変さも語ってくれておりましたそして前田明さん最近コロナにかかっておりましたがそれについては「デルタはやばいと」とそしてですね朝倉海選手が「僕の前の試合はどうでしたか?」と聞くと前田明さんは「倒そう倒そうとして硬いんだよ」と。 朝倉海選手が1ラウンドで右手を骨折しそれが実は広山に派選手側の打撃コーチについている鈴木宏明選手怪物君による作戦だったということは後々知れ渡ることになる仰天の内幕だったのですがそれがどんな作戦だったかということの一端もここで語られておりました前田明さんが相手がパンチを避けてパンチが頭を擦るようなシーンが結構あったんで心配してたんだけど というと、朝倉海選手、1ラウンドで折れてかなり痛かったですね。相手は頭をずらしてガードをするのがうまくて、変なとこに何回か当たっちゃってとおっしゃってましたので、この変なとこに当たるが実は狙ってやっていたものだということなのだと思います。頭の硬いところで受ける。そんなテクニック。しかしながら朝倉海選手。 拳は今回試合前からもともと痛めていたとも別動画で語っていたのでやっちゃってたところにプラスして相手の作戦でボキッと。で、前田明さん、井上直樹選手については今回の回の出来だったら苦戦するかやられちゃうよ。攻撃が単調なんでやられちゃうよと。朝倉海選手はスーツいくら高くても買いますよと自信を覗かせていた時とは打って変わってここは そうですねとし,ょんぼりそして前田明さん「貝のパンチを生かすためには」と言い始めたところでこの後は残念ながらピーで朝倉海選手はその直後「バリエーションだな」と前田明さんは「パンチだけに頼らずもっと組み合わせていけ」というようなアドバイス朝倉海選手なんと以前から前田明さんに「今のスタイルだと」 パンチに頼りすぎているから拳折れた時に何もできなくなるから気をつけろと前から言われていたらしくまさに今回その通りになってしまったと朝倉海選手は自分からテイクダウンという展開も作っていかないとですねとそして前田明さんはさらに堀口戦の時もそうだったし力んで硬くなっちゃうという癖はあるよねとこれは朝倉美久留選手にも指摘されていた部分でしたね そして話は打って変わって前田明さんの女性経験の話になり俺らの頃は数えてなかったよ数えてたのは1 5六6までいちいち覚えてられないなってそんな感じとしかしながら前田明さんの現役の頃の格闘ファンはおっちゃんしかいなかった格闘技が女性にわーきゃ言われだしたのはつい最近だよとちなみに当チャンネルは女性の割合5%ですので ほぼ柔道場ですね、はい。畳に落ちてる縮れ毛で喜んでる場合じゃありません。そして前田明さん63の前田明が27の朝倉海に言うことがあるとすれば今の20代の時に本当はとんでもないぐらい素晴らしい女性と巡り合ってるはずだから結婚せえ結婚して子供作れ身を固めた方が強くなると 一瞬前田明さんが半間裕次郎に見えた瞬間でもありましたさらに前田明さん「お前自分の子供が生まれて抱いた瞬間どうなるか知ってる?」と「朝倉海選手はどうなるんですか?と」と一切の後ろ向きの感情がなくなって全部前向きになるなんでかというと子供が成人するまで面倒を見なければいけない自分もちゃんと働いて食わして 学校行かして寝るまで面倒を見ないといけないからときっと後ろ向いている場合それどころじゃないということだと思いますさらに人間は自分に子供ができた瞬間に成人するんですよとこれは理屈というよりは経験して自身が体感して初めて理解できるというような私としても大変興味深い話もしてくれておりましたそして前田明さん自分の子供には正直格闘技はやらせたくない 俺の場合は裏も表も全部知ってるじゃん。えぐい話も見たり聞いたりしてるからね。と言ったところで終了です。はい。私的にはね、今回、前田明さんの子供の話と、朝倉海選手が試合中、拳を痛めたら何もできなくなるぞと、事前に忠告していたというね、話の時 BGM で前田明さんの入場曲だったキャプチュード流してほしかったですね。心の中で熱い前田コールを送っておりました。

君が今どんな気持ちでどんな大人になっているか知らないけど好きな曲を聴いて興奮した日がいつだかわからないがあっただろ今でもその曲聴いてごらんきっとその時の気持ち年齢に戻るからさってそういう意味だと思うのですがこの前田明さんのキャップチュードも毎回聴くたびにそういう意味での14歳に戻りますね。まえーだまえーだ はい、そして昨日武田浩二選手のまだ26歳、1年間ぐらい海外に挑戦を来年からしたいというツイートを、私、海外で試合をしたいというような捉え方をしてしまって、ここでもね、そうお伝えさせていただいたのですが、その後、武田浩二選手、勘違いしてる人いるから訂正で、練習をしに行くって意味。 とツイートありましたので昨日の動画の固定コメントでもね訂正させていただいたのですがここで再度ということで申し訳ございませんでしたただそれでもね練習1年間行きたいというかなりの覚悟が見えますね宮田和幸代,代表的にはピョートルヤン選手などがいるタイガームエタイに行ってほしいと YouTube ライブで語ってましたね今後に注目しましょう そして、タケル選手の昨日のツイートになります。道歩いていたら、ホリケンさんにナンパされた。昔からテレビで見て、元気もらってた人に知ってもらえて、応援してもらえて嬉しいです。声かけていただいてありがとうございましたと、道でね、偶然遭遇したようで、ツーショットの写真も添付して投稿してくれております。ちなみにですね、私が直近で見た格闘家といえばですね、といってもね、もう1、2年ぐらい前になってしまうんですが、 元、千代大会さんですね。中華料理屋から出てきて、携帯でね、喋っているところにね、えー、偶然出会わしまして、私ね、そういう時、街にいる、歩いてる知らない人に、おおあそこに誰々いるとか急に言っちゃう癖があって、前もね、加山雄三さん見た時に、歩いてきた女の人に、おおあそこに加山雄三いるって言ったら、その人も、おーって言ってましたし、今回もね、お年寄り、二人でね、歩いてた方がいらしたんで、あそこに千代大会いますよって言ったら、あ、本当ですねって言われました。 皆さん知ってましたか柴田さんが軽く飲みながらインスタライブで皆様の質問に答えていくという月1企画が恒例として行われていたことをそれを編集したものが YouTube にアップされていましてタイトルは「朝倉未来と海君どっちが絡みやすい?」「ハテナ」です釣りをやった後の夜ホテルの部屋からの配信でした格闘技に関係あるクエスチョンのみの抜粋になりますまず1問目は コウジ選手と立ち技ではしないんですかです。これは要約すると、俺は半分引退してるようなもんで、コウジは現役で、それで自分が十何年練習してきたキックでというのはおかしいから、じゃあ間を取ってと1ラウンドキックで2ラウンド総合ルールのミックスの提案をしたけど、コウジさんは純粋に俺とやりたくないんだと思うよ、でした。続きまして、格闘技のトレーニングは最近してますかです。柴田さん。 してない試合が決まったらしよっかなと思ってる体型維持の筋トレのみそしてタイトルに合ったミクル君とカイん、どっちが絡みやすいです柴田さん実はなんだけど実はミクルの方が人当たりが良くて絡みやすい実はカイの方がツンツンしてて超舞台裏話すと 柴田さんコラボ動画撮りましょうって基本的に向こうから投げかけてくるんだけどミクルはちゃんと企画を考えて話を振ってくるんだけどカイピョンはこっちの空いてる日時はいついつだよって言うと「柴田さん僕の方の動画はどうしましょうか?と」と自分の YouTube の企画をこっちに聞いてくるらしく「お前のチャンネルなんだからお前が考えろよ」ってそういうのもあるし。 これやりたいんですって持ってくる企画がめっちゃ面白くないやつで薄いというかあんま深く考えてないというかうちの弟と似ていてザ・次男という感じがすると動画のことをすごい考えてるのはミクルで実は人当たりもすごい良いカイピョンの方は優しそうに見えてすげえツンツンしていてこだわりがあるんだけど実は絡みづらいのはカイピョンの方だそうです でこの企画がない状態でと聞くと朝倉海選手が100万人目前 YouTube ライブで見切り発車してしまいグダグダになってしまったため逆にチャンネル登録者数が減ってしまい朝倉未来選手に怒られ途中で終了してしまったというあれを思い出しますね。 でもこの企画力がない弱いっていうのはせっかく YouTube のスタッフをお金出して雇ってるのでその人たちが考えて朝倉海選手を格闘技に集中させてあげるべきかなと思いますが内情はどうなってるんでしょうかねそしてこの物事を単純に考える癖というのが格闘技にもあって井上直樹選手に対して自分とは実力差があるとか圧倒してグランプリを制覇してみせると発言していたとなるとこちらが抱いていたイメージとはちょっと変わってくるなぁとは思いました。 でも基本的に人生全般で言えば楽観的というのはいいことの方が多いと思いますがはいこんなところになりますねえー、とですね柴田さん圧倒的におしゃべり上手いですねあと個人的にはね榊原社長がまさに校長先生といった感じで考えてることを余すことなくしかもよどみなく話すので達者だなと思っておりますはいそれではね 朝倉海選手の話が続いたついでと言ったら何なんですがもう1つねやっておきましょうこの朝倉海選手の今見てもらってるね画像「キン肉マン」のキング コブラとのね、コラボなんですが、先ほど前田明さんにスーツ高いのいくらでもね、買ってあげるよと言ってたんですが、こちらはですね、それとは逆に、こっち亀の白鳥0時状態、スーパー貧乏になってしまったよといった感じのね、朝倉海選手ですね。はい、話全然関係ないんで行きましょう。現在ですね、朝倉ピーチ姫、カイピョンの奪い合いをしている正直ッパとヤマニハマリオなんですが、ヤマニハ選手が、 カイは俺のことの方が好きだよーと、庄司選手にメッセージを送ったことにより、庄司選手ブチ切れ。先日に続き、今度は、ヤマニハだけは許さないという過激なタイトルで動画を出しました。内容は以下の通りです。ヤマニハ選手とカイくんのドッキリ動画。すごい回っちゃって。何が面白いんだろうね。全然面白くないよ。もっと炎上した方がいいよ。で、ツイッターでも俺に言い返してきてて、 会は俺のことの方が好きですとか言っちゃってそんなことあるかいこれもすげえリツイートされちゃってすげえ人気出ちゃってさえーしかも YouTube 始めてんの何始めてんのよと言ってヒロヤマニハ選手の YouTube を再生する庄司選手見終わった後でも安心しましたまだ日本語がうまくないんで伝わりにくいと思いますし皆さんもう見ないようにしてください チャンネル登録者数とか増えても困りますんでね。ダメですよ。と。なんだったら、ショージックステーション。これはミュージックステーションのオマージュ企画ですね。でもいいし、ローションヌルヌル相撲でもいいので、対決しましょうよ。と、しっかりヒロヤマニハ選手の YouTube の宣伝もして、次回につながる物語も作りつつ終了していきました。はい。ショージ選手、手慣れてきました。 そしてですね朝倉未来選手、萩原恭平選手との試合の影響で、左足じ帯を損傷してしまって、全治6週間という結果になって、朝倉未来を路上で倒したら1000万円、これがもしかしたら半月ほど伸びるかもしれないとおっしゃっておりましたが、それが記事になりまして、ミスターアウトサイダーの慶之助さん、このようにツイートしております。安倍政様出たたいいでですす1000万欲ししとこのように名乗りを上げました はいそして本日もジャン・斉藤さん中毒、ジャンキーの私がジャン・斉藤さんのツイートをご紹介させていただきます。先日のワンチャンピオンシップのグラップリングマッチの後、解説席にいた秋山義弘さんに青木真也選手がこの虚構をやろうと食ってかかったという、ね、ニュース、お伝えさせていただきましたが、しかしながらその時の滑舌の問題で聞いていた人たちの中で結構な数の人たちが 虚構ではなく虚婚というふうにね、受け取ってしまったというのをね、同時にお伝えさせていただきましたよね。それがなんとですね、ワンチャンピオンシップの公式ツイッターからその場面の動画の切り取りというものが上がったんですが、ワンチャンピオンシップもそこをね、虚根と受け取ってしまったらしくて、なんとそこ、ピーヨンになってるらしいです。はい。で、ちなみにですね、私、この間コメントでこういうのいただいたんですね。 あなたの滑舌が一番よくて誰と比べてるかわからないんですが字幕にした時にほとんど正確に出てきますとまあ嬉しいことなんですがその私もですねこの格闘家 YouTuber 界隈で負けたと思う方がいましてそれがですね須鍋光久さんの YouTube に出てるだいたい向かって画面右側にいるちょっとあの体格のいい南さんっていう方ねあの方の滑舌と声の通り半端ないですよねメガホンイラスだと思っていつも聞いております そして先ほど千代大会関の名前が出ましたが千代大会さん確か今名前がね 須藤龍二というね本名になっていると思うんですが須藤といえばねやはり須藤元気さんということでただいまね参議院議員もやっておりますし私としてはね著書を読みました「風の谷のあの人と結婚する方法ですよね」はい、昨日このようなツイートしておりました「先日受けた危険物取扱者の試験合格してましたちょっとだけ嬉しいです」ということですので「俺に触るとやけどするぜ」といった感じがしてちょっとかっこいいですね。 そしてですね宮田和幸代,代表によりですねもしかしたらブレイブジムに練習に行くかもしれないと言われている萩原京平選手その前に岩崎雅宏さん柔術家のですねツイートを読ませていただきます萩原君を週末まで疲労困憊になるまで追い込むメニューをやったけど付き合った俺も疲労困憊,憊にとそれに対して萩原京平選手下半身がプルプルしてるまた明日もお願いしますと練習を再開していることを皆さんにもお伝えしておりました まままず一般ののの格闘ファンの方のツイートを読ませていただきます大晦日タケル天心だろうと、堀内の試合だろうと、今の俺にはこの2人なしに大晦日は年越せない、もしコクじゃなかったら、どっちかでも大晦日出てほしい、ハッシュタグ、金太郎、ハッシュタグ、萩原恭平。 とするとこれをですね佐々木うるか選手らのマネジメントをしている周平田さんが引用リツイートしてこのような投稿をいたしましたこういう思いのファンが多いのならいい機会だから萩原選手バンタムに落として金太郎選手とやったらいいのでは大晦日のビッグマッチとしてはありなのではと外野のザレ事です汗 とといいううううことなんんででですが皆さんはどししょょかか見たいでしょうか私はですね結構アマちゃんなところがありましてこの2人が一緒に練習していたとかね知っていますのでとなるとあんま見たくない派なんですよねなので朝倉未来選手と堀江選手とかもねちょっと見たくないなぁと思ってしまうところではあるんですがやったら盛り上がりますよね。 そして平本蓮選手のツイートになります。某 K-1 ファイターが焼肉を一緒に食べる券を販売して50万円で落札されました。平本さんもぜひどうでしょうかみたいなビジネス勧誘のメッセージがインスタで届いたんだけど、某 K-1 選手って確実にアンポヤン WWW その後しっかり断りましたともねツイートしております。 そして9月の大会で強い MMA グラップリングを見せつけ勝利した朝倉未来選手の師匠でもあった岩本健太選手早くも次戦が決定いたしました。 11月6日のシュート公式戦で相手は現在、シュート9位のランカーでもある結城大輝選手。前回は打撃になることはなく、テイクダウンに成功しまして、得意なグラップリングに持ち込めましたが、今回はどうなることでしょうか。ランカーとの対決なので、勝利すればわずか2戦目でランキング入りすると思いますので、そちらも注目ですね。岩本健太選手は次の試合が決まりました、負けませんよとツイートしております。 そしてですね過去情報のすっぱ抜きなどでダナ・ホワイトにブチ切れられ一度 UFC を出禁になったもののその後それを解かれアメリカ大手のスポーツ専門局 ESPN もクビになってしまったもののその後もね今も元気に MMA ジャーナリストを続けている名物記者アリエル・ヘルワニですねお腹減るワニでもいいですし100日後に地獄に落ちるワニでもいいので覚えておいてくださいヘルなのでね偶観先がキックボクシングに戻ってきたそう す。今年初めに UFC を去った後サキはグローリーと契約を結び、10月23日にグローリーコリジョン3に出場します。対戦相手は TBA ですと、このようなツイートをしております。日本でも K1 やドリームに出場していたグー・カン・サキ選手ですね、カムバックするというニュースです。TBA とは、a n n アナウンス d の略で、追ってお知らせしますという意味です。対戦相手は追ってお知らせしますと。 そしてこちらもアリエルヘルワニのツイートで23週間ぐらい前のものになってしまってずっとやろうやろうと思ってたのですが今ということで。 なんとですね、今の MMA の体制がひっくり返るほどの新たな MMA リーグが設立されると、はい、業界の有力情報から、ね、掴んできたということで今までの、ね、MMA 団体ではなく NBA とか NFL とか NHL、MLB のような四、ね、大リーグに近い年金プランも含まれるような全く新しい新リーグみたいです。早ければ2年後に立ち上げられるということですので UFC 王国もしかしたら揺らぐかもしれません。 そしてですね山口兄弟の弟マッド・ピエロ山口優真選手、このようなツイートしております。試合終わった後にこういうことしてたああいう駆け引きがあったってボケの説明する芸人みたいやなプロでやってる人間にしか分からんことやってるのを誇らしく語るなよ。 俺ららは素人の前に立ととん,ねんと皆さんこれどちらだと思いますやっぱりね素人だと聞きたいっていう気持ちもあるしやってる本人からしたらねそういう気持ちは当然湧き出てくるのはねわかるんですがでもこの理論でいきますと浦安鉄筋家族の浜岡健治先生ね単行本の後ろで毎回この回がどうだったとかねオチが弱かったとかねこれはあの時の繰り返しだよとか説明してるのでまあ浜岡健治先生はね全否定することになってしまうなとは思いましたが。 そしてここのところ、ライズのヤーマン選手に非常に魅力を感じている私ですが、ヤーマン選手は中村勘選手に対戦要求をしていて、散々煽っているのですが、さらにこのようなツイートをしております。みんなの声を運営に届けるために、中村カンとの OFG マッチ、オープンフィンガーグローブマッチ、見たいってツイートはリツイートしていく。みんなが見たいって言えば、運営も、珍重サイドも無視できないでしょう。 中村勘選手は人獣と呼ばれているのですが、ここではね、人獣扱いしております。珍獣にライズのレベルの高さを分からせるために、ライズファンのみんな頼むよと。これに対して一般の方が、これはぜひ見たいですね。 会見でゴングを鳴らしたらすごいことになりそうダブルと投稿したところ、それを引用リツイートしまして、ヤーマン選手。多分彼、格闘エリートで、喧嘩とかしたことないだろうから、素手ではビビって何もやってこないと思いますよ。仮にやってきたら会見どころではなくなりますねと、さらに煽っておりました。そして、古瀬瑞稀選手。 中は空っぽでいいから財布出てきてくださいと浜崎綾香選手もよく財布を落とすことで有名ですが古瀬瑞希選手もやってしまったそうです無事ねそのまま戻ってくるといいと思いますがそして平田樹選手今年試合終わったらめっちゃタトゥー掘るそれといつかは平田樹の本性を動画に出したいなクソ性格バグってるから友達いない理由わかるよ W 樹の友達同じ性格の人しかいないと投稿しております そして川名店長、勇気選手に勝利して若干18歳でシュートの王となった西川大和選手現在は北海道在住ですがもうチャンピオンになったことは頭から消そう。 北海道でのたくさんの願いがあったが、それらもすべてもう忘れよう、あとはもう少し試合で出せる技を増やして、故郷を離れよう、これはですね西川選手は海外挑戦を、ね、望んでおりますので、また次々と現れる敵に勝利することだけ考えようとツイートしております。漫画の主人公ですねねこれね 次々と現れる敵に勝利することだけ考えようなんて私今までの人生で一回も言ったことないですから私ですねこのツイッターはこの配信をやってからね、えー、いろんな格闘家の方のフォローさせていただいてるんですがこうやってね新たな決意とか見れてこちらもモチベーションが上がるっていうのが非常に良かった部分だなというふうに思っております。 そして当チャンネルでは八千祐介選手は「ですねあらかわいいお弁当」とかねこのようなツイートを連投いたしますので女子力が高くてどんどん OL 化していってるという風なキャッチコピーでもおなじみなんですが佐々木うるか選手も負けていませんよこのようなツイートしております。プリンのの味は幸せの味 はい。ですが、このようなツイートをするということが実際モテるということだとも思いますので、私ですね、これからガンガン真似していきたいと思います。蚊に刺されると痒い。ちょっと違うかなはい。 はい。というわけで、本日は以上となります。たまにですね、このイラストをどういうアプリとかで描いてるんですかというね、えー、質問が来まして、以前にもね、一回答えたことがあるんですが、今日は新しくね、イラスト加わってたと思いますので、それでちょうどいいので、最後説明させていただいて終わっていこうかなというふうに思っております。まず、私の場合は、その辺に転がってる紙の裏に適当にこのように絵を描きます。なので、裏の字もね、思いっきり出てます。チラ裏ってやつですね。チラシの裏。 それを私の場合はカムスキャナーというねスキャニングのアプリを使って白く飛ばして後ろの G などをなくしますそしてその後アイビスペイントというアプリを使ってこのように色を入れていきますそしてフリー素材の背景と合わせて完成ですもちろんいろんな選手も今ね説明させていただいたのと同じ流れで制作しております はいということででして私ね、ね今ものすごく時間がもうありませんのでで何をね今日はしに行くかと言いますと以前ですね私が一番やりたい仕事としてお話しさせていただいたのが猿とかが住宅街に迷い込んできた時にそれを網とかで捕まえる仕事。 はい、どっかのね職員の方とか警察官の、ね、方がやられてると思うんですが網とか持って追いかけてるじゃないですかあれ適度に体動かせて絶対楽しいよねと言いましたらいやいやいや獣は結構危ないからそんな簡単にはいかないよと実際爪かね引っかかれてか噛まれてか分かりませんが感染症になってしまったね方もいるということを聞いてちょっと反省したんですが今ねエミュー逃げてるじゃないですか。 あれだったら絶対楽勝だと思うんですよね。なので、ちょっとね、その笑みを捕まえに行かないといけませんので、あんなの完全にポカリスエットの CM と同じですもんね。ダチョウの上に乗る美女みたいなものだと思いますので、しかもね、その道すがらですね、やっぱ知ってるね、有名人がいたらですね、歩いてる街の人に、あ、あそこにバッテン荒川いるよとかね、あ,あそこに、 えーと咲いた万蔵いるよとかね <laughs> 教えつついかなければいけませんのでそれで時間がありませんのでこの辺で失礼させていただくとします。はい、高評価チャンネル登録して通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。